なんなんだこのゲームは。ハゲデブ同士でじゃれ合ってる意味のわからんゲームだよ。皆さんどうもコンコンチドイシーです。今日やるゲームはこちら、大乱闘ハゲデブブラザーズ。そんなタイトルじゃないから。お相撲さんなのかと思いきやハゲちゃってるよ。こちらを早速やってみよう。ルールわかってるの？はい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 、わかりません。ダメだこりゃ。対戦相手が決まったぞーっていきなり爆発。爆発してハゲデブが出てくるなんて意味わからん意味わからん意味わからん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 る。そのギャグの方が意味わからんよ。あれが対戦相手か。っていうか見た目が全く一緒だよ。双子だよ。双子で戦うなよ。仲良くしろよ。なんか事情があるんでしょう。勝った方のみ髪の毛が生えてくるって言われてんのかな。そんなこと言われてないでしょう。なぜかあっちは岩持ってるな。できるだけくっせー岩を探すゲームかな。絶対違うでしょう。どうやら F ボタンで岩持てるみたい。F ボタンってどこだよ、わからんな。こんなもたもたしてるのに相手待っててくれてるなんて優しいね。全然動かないから電波悪いと思われてるかも。よーし、岩持てたぞ。持てたけどこれどうすりゃいいんだ。対戦相手は持って走りまくってる。もしかしたらこれは運ぶゲームなのか。何のために運ぶんだよ。ダイエットするんじゃないのかな。岩運びダイエットってなんだよ。他のボタンも押してみようかな。マウスのボタンで捨てた。岩を持って捨てるゲームか。なんだよそのゲーム。そんなゲーム作らんでしょう。ならばこれで戦えということか。石をぶつけてみよう。だけどこれどうやってぶつけりゃいいんだ。エイムはどうすればいいんだろうね。説明がないからわからんよ。おお、やられた。なんだよ今のやられ方。スローでお楽しみください。岩を食らって力抜けすぎだろ。もうちょい踏ん張れよ。やられちゃったよ。また爆発して復活した。なんで岩から出てくるのか理由を知りたいな。多分理由はないと思うけどね。岩ぶつけ以外に攻撃方法ないのかな。相撲の技とか使えそうだけどね。え、なんだって。スーモの技？スーモは技やらんでしょう。また思いっきり岩ぶつけられてたな。そして爆発。どうにか岩をぶつけたいな。狙いを定めてってどうやって定めりゃいいんだろうな。いけって変なとこ飛んでった。もっと近くから投げたら当たるんじゃない。じゃあこれぐらいの距離なら全然当たらん。どうやって当てりゃいいんだよ。なんかじゃれてるな。ハゲデブ同士でじゃれるなよ。またやられた。すぐにやられてアジピジパー。そして爆発だ。一回でいいから岩ぶつけたいな。岩を持って相手の方向を見て、はい投げる。どこ行ってんだ。コントロール悪すぎだな。野球のピッチャーだったら三塁にボール投げちゃってるよ。それはもう悪いとかいうレベルじゃなくてただのバカ。なんだ、なんか爆発したぞ。もしかして相手やられて復活したんじゃないの。いつの間にやられたんだよ。こっち攻撃してないよ。もしかしたらこの雪山の寒さでやられちゃったのかな。それなら弱すぎだから服着れよ。もしかしたらさっきぶつかった時に倒せたのかな。じゃあぶつかれぶつかれ、脂肪ぶつけだ。だけど相手の攻撃もかわしつつぶつかれ。あれどうした、動かなくなった。引き分けって出てるよ。こっちが一方的にやられたのになぜ引き分けなんだ。意味わからん意味わからん意味わからん、ラン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 。だからそのギャグの方が意味わからんって。初戦でいきなり引き分け、僕このゲーム才能あるかも。見た感じ全然なかったけどね。とりあえず操作方法を確認。でもほぼほぼ合ってたな。そしてこいつがぐるぐる回転、手のひらをこっちに向けてるな。お小遣いちょうだい。お小遣いちょうだいじゃないよ。それはさておき、チャンネル登録よろしくお願いします。
今度は両手を広げてる。すいません、手相見てください。せめせ短いよ。次の試合で負けるから。何わけわからんこと言ってるんだよ。次こそ攻撃当ててやるぞ。岩持ってって、もうやられてる。やられるの早すぎだろ。そして復活だ。さあ岩を探せ探せ探せ。相手はもう2個持ってるぞ。どこにあるんだ。全然ないぞ。デブは食いしん坊だから食べちゃったのかな。さすがに岩は食べんでしょう。マジで岩ないな。ああまたやられちゃってるよ。岩全然ないから、ただのハゲデブ走りゲームになってるよ。なんだよハゲデブ走りって。本当に岩ないんだけど、どうしよう。ようやく岩あった。これをぶつけてやる。前に青い岩が出てくるのがエイムってことかな。その方向に飛んでったから、そっか。ああまたやられた。仲やられんだよ。どうにか一発当てたいな。ハゲデブが走るだけの映像をずっと見せられても困るから、そろそろ頼めよ。だけどハゲデブが走る姿なんてそう簡単には見れないから、ぜひともお楽しみください。それにしても岩の数少なすぎだから、もうちょっと用意しといてほしいな。ようやく見つけたぞ。これを次こそ当ててやる。エイムを合わせてって、動くなよ。ああやられてる。この人うますぎだな。もしかしてこのゲームのプロか。絶対このゲームにプロとかないよ。くらえ、外した。当たった。かわしてから当ててくるなんてやっぱりプロだよ。こんな相手に一発も当てれないよ。もうやられてる。というかいつ勝負決まるんだよ。こんなにボコボコにやられたらもう負けでいいよ。確かにもう一方的にやられまくってるもんね。これでまた引き分けだったら、このゲームやばすぎだな。この近距離ならどうにかと思ったけど、全然当たらんな。裸足だけど走ってて足痛くないのかな。そんなこと気にしなくていいから。また岩がないな。近づいた時ちょっと触るのは何なんだろうな。よくわからんけど倒せたぞ。ルール説明見た方がいいんじゃないの。わからんでやった方が動画的には面白い。ただ調べるのがめんどくさいだけなんでしょ。それを言っちゃおしまい。ししまい。ハゲの舞、よいしょ。ハゲの舞ってなんだよ。ハゲの舞とはこれのこと。これのことだったのかよ。舞はしてないけどね。また岩探しのハゲの舞。もう岩探すよりじゃれあってダメージ与えた方がいいのかな。それでは岩探しからハゲ探しに変更。いたぞハゲ。だけど岩持ってたから近づけないな。一旦逃げてからの近づいて体ぶつけた。ああやられてる。もう許してください。お願いします。全然勝負つかないね。もう降参です。許してください。つけてる回しあげるんで許してください。そんなんで誰も許してくれないよ。こうなれ一発だけでも当ててやる。くらえ。あー外した。近距離でも当たらなかったらもう当たる気がしない。もう一丁行くぞ。こっちだけ食らうんかい。どうやって当ててんだろうな。残り30秒だって。こっから逆転できるのか。どうやら負けたみたいだよ。誰が見たってこれは負けだよ。あちぴちぱ。次は勝ちたいとかよりもそろそろ岩当てたい。それじゃあ行ってみよう。まずは岩探し。ここにあったぞ。そしてハゲ探し。どこにいる。なんなら先生にぶつけちゃおっか。先生にぶつけるのはやめてよ。両手持ちじゃ。いたぞハゲ。できるだけ近づいてぶつけてやる。やったー。っていうか僕もやられてる。なんでお互いやられてんだよ。相手にぶつけた岩が跳ね返ってぶつかったってことなのかな。跳ね返ってきた岩でもやられるなんて弱すぎだな。じゃあ距離を取って狙いを定めるか。だけど近くでめっちゃじゃれてくるな。もしかしたら初めてでルールわかんなくてぶつかってきてんのかもね。初心者だったら勝てそうだぞ。あれやられてる。初心者にもやられちゃうのか。落ちてる岩をゲットしてないし確実に初心者だな。あれまたやられてる。初心者なんじゃなくてただただ岩使わないプロなんじゃないのか。気をつけて戦わないとダメだな。外した。またやられてる。
めちゃくちゃ強え。というか、やられすぎじゃないか。こっちが弱すぎてゲロシャブだよ。なんだよ、ゲロシャブって汚ねえな。あっちが相撲レスラーで、こっちがただのデブニートかもしれない。これはすごい差だな。またまた、ハゲデブじゃれ合い始まった。この距離なら適当に当たると思うけどな。星が出たってことは当たったか？赤い岩発見、そこから復活してきたところを狙い撃ち、やったー、勝ったー。勝ててよかったね。当たり前だの、ブラックマ。このゲームのプロだからね。始めたばかりでしょうが。見るからに褒めてちょうだいって言ってるね。無料でできたからパソコン持ってたら皆さんもよかったらやってみてください。というわけで今日はここまで。よかった、高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、パンパラピー。